どうも、チャコラジです。今週は、えっ、ー、とですね、Twitter で、スペースで今、公開収録しつつ、雑談会2回目、雑談ショーと題しまして、やりたいと思います。この、雑談会っていうのは、単発で1本ポーンって聞けるので、結構、あの、Spotify とかでも聞いていただいてるみたいで、ご好評のようですので、今回も単発でね、やっていきたいと思います。で、えっ、ー、とですね、 今回のテーマは「嫌いな人間にこっそりデバフをかける方法」と題しました。<laughs> はいもうなんか人間性がねめっちゃ出てるタイトルなんですがあのー、なんでこの話しようかなって思ったかっていうとう私今ねちょっと接客をしてるんですよバイトをしていて。で、まあ、日々いろんんなお客さんが 来てくださるあのなんかカフェみたいなね観光地にあるカフェなので結構若いおあのカップルとか大学生のお客さんとかあるいは平日の、ね、昼間とかだったらこうちょっと富裕層かなみたいなマダムとかねあのお年を召した老夫婦なんかがこうゆったり過ごしに来ていらっしゃって、まあ、9割方のお客様もうちょっとだな、まあ、9割5分ぐらいのお客さんはあのすごく 何て言うんですかマナーも良くて、民度もいいんですけども <laughs>。たまにですね、まあいろんなお客さんいらっしゃいまして。まあちょっとそのお客さんの話とかしつつ、まあさっきの、ちょっと一部の,あの人間に使える、まあ、デバフのかけ方みたいなのをちょっと最近、最近というかね、結構前からやってて、実践してて、あの、そのデバフをかけると結構面白いので <laughs>。ちょっとね、これライフハックとして。 お、おすすめ、おすすめしていいのかなわかんないですけど、まあ共有してみたいなと思って、はい、このテーマにしました。よろしくお願いします。で、さっきのお客さんがいろいろ来るって言ったんですけど、あのね、楽しいお客様の話をね、ちょっと最初にしておきたいんですよ。で、楽しいお客様、まあまあ、あの、なんていうの大抵のお客さんは、まあ、普通ですよ。特に、こう、びっくりするようなこともなく、普通に来店されて、 普通にメニュー頼んで、で、料理提供して、あの、まあ、普通に食べてくださって、お金払って帰っていくっていう、まあ、ね、流れなんですけど、あのー、ちょっとね、予想外の動きをされるお客様がたまにいらっしゃって、<laughs> めっちゃ面白いんですけど <laughs>、あのね、えー、っと、去年ですかね、去年の夏、まあ、観光地で海がめっちゃ綺麗に見えるカフェなんですね。なので、 そのまあ、いわゆる映え目的、インスタ映え目的で写真を撮りにいらっしゃる、えー、若い、まあそうですね、20代前半とかかな、あのお客さんがすごい多いんですけど、で、そのお客様はね、入ってくるなりっていうかね、もう、何ですか、お店に入る、だいぶ前から、すごい駐車場の方からさ <laughs>、やばーいみたいな、なんか黄色い声が聞こえて、 うわなんか楽しそうなお客さん来たなーと思って <laughs> で、まあ、姿がやっと、えー、見えたらですねまあがっつりギャルなんですねまずもう日焼けガンガンしててなんか髪もめちゃくちゃ明るく染まっててで階段をねこう降りてきてくれてどんどん店内に案内していくんですけどその階段降りつつどんどん海が見えてくるっていうねあのお店の。 あの、リッチになっているので、そのお客様のテンションがどんどん上がっていって、もうどんどんね、めちゃくちゃでかい声で、その感想を言ってくれるんですよ。やばい海きれいみたいな。映えるってもう映えるって言ってたわ。<laughs> すげえ映えるってめっちゃクソデカボイスでこの人言ってると思って、なんかそこまで行くともう面白くなっちゃってさ、こっちも。ちょっと、心なしかちょっとテンション上げ目で、 いらっしゃいませーみたいな風でね、私も対応しちゃったりなんかして。で、当然、えー、あの、海の見えるお席がいいということで。で、まず第一声がね、店員さん、一番映える席どこですかって言うんですよね。<laughs> 面白いなと思って。でもこっちもさ、それを貫き通してくれるからさ、もうそれに曲振りしてこっちも合わせていくわけですよ。あ あの、海の見えるお席大変人気ですので、こちらのお席たまたま空いておりますので、いかがですかってやったーって言って、っってってもうハイテンションで席に着くわけですよ。でね、えー、もう、さらに面白かったのがですね、そのお客さん3人組だったんですけど、で、その、ピチピチギャル、テンション、ハイテンションギャルと、えー、多分、その、同年代ぐらいか、ちょっと上、1、2個ぐらい上だろうと思われる、まあ、ギャルっぽいんだけど、やや、なんていうんですかね、シックな、 いで立ちというか。まあ、なんか、足とかバーンって出してたけど、立ち居振る舞いは、そのハイテンションギャルよりもだいぶ落ち着いた、えー、まあ、お姉様ギャル。黒髪でして、なんか、すごい、礼儀正しそうな感じもめっちゃして、口数もすごい少ない。<laughs> その、ハイテンションギャルに比べたらめちゃくちゃ口数は少なかった。と、あと一人お兄ちゃん。お兄ちゃんっていうか、まあ、なんか、うん、お友達の男,男友達かなっていう感じの三人組だったんです。 でそのハイテンションギャルが基本的にムードメーカーっぽくて一番後輩だったかな一応ね敬語使ってたっぽかったんですよね「えなんとか何々します?」とか言ってたから「ああこの子一番年下なんだ」と思ってで「注文いいっすか?」って言うから「あお決まりですか?」って言ったらね「<laughs> 一番映えるメニューどれですか?」ってやっぱり言ってきて <laughs>。 <laughs> そんなダイレクトな質問されたの初めてでさ、あ、映えるかとか思いながら、私も笑いこらえながらさ、あ、えっ、ー、と、一番こう写真映えしますメニューは、ちょっとこちらの、ちょっとソーダっぽいジュースになります。こちら結構写真撮られる方多いですよとか言ったら、あ、じゃあそれにしますとか、それにするかななんか、それにするみたいな感じで言ってて、やったやったとか言ってて。<laughs> もうずっとテンション高いわけ <laughs>。で、たまたまその日はね、 お客さんが周りに少なかったから、しか、しかも、ちょっと外の席だったからあ、あまあなんだろう。ある程度大きな声出しても、そんなに周りの人には迷惑にならない席だったので、まあ私もほ,ほっとしてたんだけど、何が良かったかってね <laughs>、そのさ <laughs>、両サイドにいた、えっと、男の方の、まずお客さんはね、その、ギャルが騒ぐたびに、なんかちょっと、ああもう、 わかったわかったみたいなジェスチャーをまずするんですよ。ちょっと、肩に手を触れるか触れないかみたいな感じで、わかったわかったどうどうみたいな感じで、うんうんっていう風に、なだめてはないけど、落ち着かせようとしてて。で、さらに良かったのが、その、ちょっと落ち着いた感じのね、その黒髪のお姉さんギャルの方が、人しきりテンション高いギャルがはしゃいだ後に、私の方をちょっと見て、 すいませんって頭を下げたわけですよ。めちゃくちゃいいなと思って <laughs>。めちゃくちゃいいな、この人と思って。もうその、あの、一会釈ですよ。別に声に出してすいませんも言わないし、その、その瞬間でさえそのテンション高いギャルは騒いでるんだけども、だけども、その一会釈がね、あったことによって、ああ、この人は、 なんて言うんだろちゃんと、周りを見てるなっていうか、あの、お店のことを考えて、で、多分このギャルがこの店に来たいって言ったから、しょうがな、しょうがなくかわかんないけど、まあ、ついてきてあげてるんだなみたいな、ちょっと三人の関係性も見えてきたりしてね。その絵尺だけで。それが私はすごく、なんか、な、なんて言うんですかね。ちょっと、情報量が多すぎて、いろいろ感じることがあったので、めっちゃ嬉しくなっちゃって、もうその後、 ね、テンション高いギャルが、ご注文通りの映える、えっ、ー、と、ソーダフロートみたいなのを頼んでもうギャーギャー騒いでても、私はもう気分良かったんですよ。さっきの会釈だけで。っていうか、そのギャルの態度と、その、おしとかな黒髪ギャルの方と、そのお兄さんの、ちょっとたしなめるような <laughs>、感じの態度もあって,なんて、お店への配慮があるじゃないですか。それを感じて、すごくなんか、 嫌なお客さんだなっていう印象は今もない。もうずっと楽しいお客様だったなっていう、いいお客さんたちだったなっていう印象で終わってるんですよ。それってさ、多分周りの態度によっても、私の印象って大きく変わってると思うんですよ。そのテンション高いギャルの態度が全く同じでも、両サイドにいた連れがね、同じくテンション高い系とか、あの、三人ともクソでかい声で騒ぐっていうグループだったら、ちょっと、 ご面倒なお客様リストに入っていたかもしれないんだけどやっぱり何お客様全体としてそのグループ全体としてトータルで見るとちゃんとなんていうのちゃんとしてたなっていう感じで終わってるんですだからまあそういう楽しいお客様もいるわけですよなんか接客って面白いなって思ったりねまあ私もあんまりさ見た目で判断しないようにはもちろんしてるけどただ人間ですから うんと出会って3秒ぐらいってねすごい視覚情報からやっぱり人間はねこう情報を取るわけですので、うん、とサングラスでめちゃくちゃ分厚いなんか厚底の黒ブーツ革のねであのクソデカバイクに乗ってきたお兄さんお,おじさまかなとかがねたまにいらっしゃるんだけどツーリングがてらでまあやっぱ2パターンぐらいあるんですよ。もう王兵なパターン があったりするんですが、でもね、なんかバイク乗りの人私結構好きで、あのね、掃除ってマナーが良くて、どんなにかつくって、なんかじゃらじゃらいろんなもん引っさげてて、人相がめちゃくちゃ悪かったりしても、なんかみんなね、あのバイクはあそこの駐車場で良かったですかとか言ってくれてさ、<laughs> あ、大丈夫ですよ。止めていただいて大丈夫です。そこでいいです。みたいな。もうその入りがあったら、あ、もう大丈夫なお客さんだなとかわかるし、 あのー、何でしょう。席に着いた後の注文の態度とかでも、やっぱりさ、面白いぐらいね、ギャップのある人がいてさ、めちゃくちゃ一括で見た目なのに、すんごい腰の低いおじ様とかいらっしゃって、もうすごい愛おしいなって思うん。んだけど、そんなに腰低くならなくて大丈夫ですよっていうぐらい、めちゃくちゃ腰低い人いて。<laughs> 丁寧すぎるぐらい丁寧。 こっちがなんか申し訳なくなるっていうぐらい、あの、何なんか神戸を垂れてみたいな方もいらっしゃるわけですよ。そういう人とか見るとさ、なんか、年齢とか見た目とか、そういうの関係なくね、いい人はいい人だなっていうのはめっちゃ感じるんですよ。で、一方でね、ごくスーパー <laughs>。ちょっとこの辺から <laughs>。 私がね本当に喋りたいお話が始まるんですけどあのご面倒なお客様っていうのがいらっしゃるわけですよあえてご面倒なっていうふうでちょっと濁しておきますけど <laughs> でえっ、ー、とまあ私も大人ですのでもういい大人ですのでご面倒なお客様に対峙した時に別にな何ていう突っかかっていったり喧嘩売ったりはもちろんしないわけしない誰,誰もしないんだけどスタッフ誰もしないんだけど あのー、まあ、人間ですので、何度も言いますが。私、成人じゃないので、カチンとくることもあるわけですよ <laughs>。ちょっとさっきさ、ごめんどうなって濁すって言ったけどさ、ちょっとやっぱり <laughs>、ぶちまけることにするわ <laughs>。えっと、カチンとくるポイントいくつかありまして、てか、種類がね、あって、まあ、私が一番、だるいのは、あのね、うん、初手タめ口ですかね。 ちょ、これは私の橋梁が狭いだけなのかもしれないんですけど。で、あのね、タメ口にもいろんなパターンがあるんですよ。どういうことかっていうと、なんか、な、なんていうのあのー、嫌な感じじゃなくてタメ口になっちゃう人いるじゃないですか。これって今何分待ちみたいな。<laughs> ちょっとこれでもイラッとするな。<laughs> イラッとするな。<laughs> とか、えっ、ー、と、この席みたいな。この席で,ですかっていうのの、なんかちょっと流れちゃって、この席あ、合ってますよね。あ、よかったよかった。じゃあこの席だって、とか言って。 で、席に着いてるときとかのため口。まあ、これぐらいはいいんですけど、なんか、終始ため口、かつ高圧的な人がたまにいらっしゃって、え、なにこれ何分待ちいい今とか言って、あ、そうなんだ。今なんとかなんとかで今、ちょっとまっ、結構待ってるんだよねとか、お腹空いてんだよねとか、時間ないんだよね <laughs> 知らねえよつって。言わないですよ、言わないですよ。言わないんだけど、そういう方もいるわけですよね。で、 ああ、ちょっとなんか、この人、ああ、こういうタイプね、わかったわかった、とか思いながら、まあ対応するんだけど、で、何ですかね。まあ、タメ口なんかまだ可愛いもんでね。あめんどくさいのがね、えー、お前がそう言ったんだろう、みたいな、イチャモンをつけてくる人がいて、結構ね、ごねる場合があるんですよね、その、ごねるっていうかね、ややこしい注文をして、 なんか私がさっき言ったのと違うじゃないみたいなパターンで怒ってくる人いや、確認までしたよね。え、ちょ、なんとかセットとなんとかセットと、ドリンクはこれこれでよろしいですよねはいわかりましたって確認したのに、なんか実際料理持ってったら、えこんなの頼んでないとか、え私さっきこれこれって言いましたよねみたいな。いやいやいや、お前確認したで目見て確認したでメニューなんなら指さしながら確認したでって思いながら、 ございましたか申し訳ございませんって一応謝るわけじゃん思ってもないのにさ <laughs> 思ってもないのに謝る謝らせてくるそのイチャモンババアとかジジイがたまにいらしてとかまあそれもねまだなんか意識的じゃんもっと無意識のがね一番腹立つっていうかね,あのね他のお客さんに迷惑をかける系のご面倒パターンがね動線を塞ぐっていうのがあって これね、うちはちょっと店が狭いので余計なんですけど、なんかトイレに行くまでのちょっと通路とか、えー、会計をするときにちょっと待ってもらう場所とかさ、まあお会計が混んじゃったりするとね、何組か待ってもらったりするんですけど、そこのスペースをさ、お前、お前ら、お前ら二人でなんか4人分ぐらいのスペース使ってないかっていうぐらい、なんか <laughs>、 大股でさ、荷物めちゃくちゃボーンって広げたりしちゃってさ、いやいやいや、お前の家じゃないんだよ、みたいな感じで。あの、ポケモンにね、立ちふさぐまっていうやつがいるんですけど、<laughs> ポケモンにね、立ちふさぐ熊、立ちふさぐまっていうね、立ってるポケモン、熊のポケモンがいるんですけど、お前そいつかなって思う。あ、立ちふさぐまのお客さんだな、とかたまに思うんですけど。<laughs> いや、どいてください、みたいな。 立ち塞がらないでくださいって思ったりするんですけど、まあそういうお客さんはすごい、他の、他のお客さんがね、ちょっと通れないなーみたいになってるのが一番ムカつくので、なんか、他の罪のなお客さんがね、目をこうこむるのが一番腹立つんで、あ、ちょっとよろしいですか、後ろごめんなさいねーとか言って、こっちはすいませんってその罪のなお客さんにごめんなさいってやりつつ通してあげたりするんですけど、まあそういうなんかいろいろね、面倒な、 タメ口パターンとか、イチャモンパターン、立ちふさぐまパターンみたいな、いろんなのがあるわけです。あと、あれもうざいですね。あの、無言パターン。全部無言。注文も無言。指さすだけ。とか。<laughs> 手挙げて無言で呼び出して、まあ、そこまではいいんだけど、なんか、メニューページめくって、これ。1。みたいな。全部指さ、指差しですよ。メニューを人差し指で指さして、その人差し指を立てて、1つ。っていうふうにジェスチャーで伝えてくるパターンね。 で、私がどいたらさ、その連れと喋るわけよ、普通に。お前喋れんじゃんみたいな。コミューションとかじゃないじゃんみたいな。<laughs> いやいや、喋れよ、一言ぐらい。<laughs> って思うし。もう会見の時もさ、ムカつくなんか、明らかにさ、なんか100円足りてないのにさ、なんか出しましたけど、みたいな顔して。なんか、あと、あと100円ですかねとかなんか言ったりすると。ごめんなさい、あ、すいませんとかもうなんか一言もなしで、うん、チャリーみたいなね。 かつくなーと思って。ほんまい。や別にそんな丁寧にさ、やれとか思わんよお客さんだしさ、なん、でもさ、なん、ある程度なんていうのコミュしろよみたいな最低限。<laughs> そんな、ね、ハンドサインでさ <laughs>、戦場でさ、緊迫した空間でさ、ハンドサインやらないとなんか敵に襲われる、敵,敵に襲われるとかそういう話じゃないんだからさ <laughs>。 目の前にいる店員とコミュニケーションしてくれよってめっちゃ思うわけだ、わけなんですよ。でね、そういう面倒なお客様が今4種類いたわけですね。タメ口、イチャモン、タチフザグマ、無言。こういう人たちを退治した時に私はね、もうね、明確にやってることがあって、それがこっそりデバフをかけるっていう、まあ呪いをかけてるわけなんですよ。 えっと、デバフっていうのは、ちょっとゲームをね、あんまりやらない方ピンとこないと思うんで、解説しておきますと、えっ、ー、とですね。デバフっていうのは、まあそのゲーム用語、主に、なんですが、ゲーム内において、キャラクターのなんか能力、攻撃力とか、防撃、うわ防撃じゃない、防御力とかを、えー、弱体化させること、またはその弱体化させる効果そのものを指す。それがデバフですね。まあ、ポケモンだったら尻尾を振るとかで、 あの、フィルルルルルンってこうやって効果音が鳴って、一時的に守備力が下がったりする。まあそういういろんな、ちょっと良くない効果をもたらすものをデバフって言うんですけど、で、えっ、ー、と、そのデバフを私はしれっとかけるように。かけるように。<laughs> えー、かけてやろうと、私は意識して、まあ意地悪ですよね。えー、してるんですよ。ただ、それは、これは本当にね、もう合法なわけ。 ええと、ま、もっと言うとね、言霊ですかね私がやってるのは。言霊って言ってさ、なんか、こと、言葉に魂って書いて、言霊、魂じゃない。言葉に幽霊の霊ですかねで、言霊って言うんですけど、なんか、いいことを言うと、その人になんか、良いことが起こるとかさ、良くない言葉を吐くと、なんか良くないことが起こるみたいな、おまじないみたいなニュアンスの概念があるんですけど、それを、 デバフとして私は応用してるんですね。まあ、あるいはバフをかける場合もあります。バフっていうのはデバフの逆で、その相手にいいこと、攻撃力を上げたり、防御力を高めたり、あの、回復魔法をかけたりね。まあ、いろいろすることをゲーム用語でバフって言ったりするんですけど、それは味方にかけるんですね。つまり、えー、もうお分かりかと思いますが、デバフをかける相手は先ほどのご面倒なお客様。で、バフをかける相手は先ほどの楽しいお客様ですね。 これはね、結構、私、普段の生活の中で、うん、10年ぐらい前かなからやり始めましたね。明確にさ、態度に出すと、まあ、怒られるの自分じゃん。えなんだ、あんた店員のくせに、態度悪いわとか言われたりしたら、また腹立つのはこっちじゃないですか。だし、まあ、最悪の場合え、上司に注意される可能性があるじゃないですか。ちょっと、 ち子さん、さっきの態度はないよ、みたいな感じで。なったら、もちろんまずいので、そうはならないんだけど、ただ、相手に、言霊的に、嫌な感じでね、嫌 <laughs> な効果が起きろーとか思いつつ、念じつつ、えー、デ番法をかける方法がありましてね。これ何かと言いますと、もうぜひ使ってください、皆さん、職場、えー、嫌いな友達。<laughs> 嫌な上司 <laughs> 使ってください絶対ねこれバレないんでえー、じゃあその虎の巻ご説明しますとあのね言葉のチョイスですこれは本当に自分でしか分からない程度に使うのがとても良いですでねえー、っとお客さんじゃなかったとしてもねまあどんな時でも使える 言葉としてね、いろいろ種類があるんですけど、一番やりやすいのが、まず、悪い。悪いという言葉。これをね、嫌な、嫌な、出ちゃった、ごめんどうな方に使うといいです。悪いという言葉にはね、その、もう悪という字が入ってるでしょ悪という字を積極的に使うんです。例えば、どういう時に使うか。 今日天気悪いですねって言うんですよ。わかる天気の話をしてるだけなんですよ。あー今日天気悪いですねって言ったりするわけ。悪いって言葉を1個使いますね。これで1ポイント入りました。で、えー、例えば、相手がちょっと顔が青白っぽかったとかね。なんかしんどそうだなっていう時。体調悪そうですけど大丈夫ですかはい、悪い1ポイント入りましたね。<laughs> とかね。他にも使えますよ。この体調シリーズ結構使えて。あ、顔色が悪いですけど大丈夫ですか悪い。入りましたね。具合悪そうですけど大丈夫ですか <laughs> これめっちゃいいでしょ体調、顔色、具合。悪い悪いコンボで。はい、使えます。あとはね、えー、っと、普通の会話でも紛れ込ませることができて。 あの、なんか、スケジュール調整をしてるときとか、次の予定どうとか言われてるときに、あー、その日は都合が悪いですねって言ってください。これでもうね、悪いが、まあ、5つぐらい入ったでしょ天気、体調、顔色、具合、都合。もう最高ですよ。悪いはめっちゃ使いやすい。でね、えー、今、デバフをかける技をお教えしましたが、これ、楽しいお友達とか、えっ、ー、と、仲の良い、 何間柄の人には、この悪いって言葉は使っちゃいけません。言霊ですので <laughs>。どうするか。悪いではなく、全部、良くないに言い換えてください。今日天気良くないねとか、体調良くなさそうだけど大丈夫とか、顔色良くないけど大丈夫具合が良くなさそうだけど大丈夫ああ、その日都合が良くないんだよねーって言い換えてください。もうこれでバッチリですね。だから、いいですか <laughs> 面倒な人には悪いなぁというワードを使い、面倒じゃない人、仲良くしたい人には、なるべくそういうワードを避ける。で、言い換えて使う。これだけです。これだけで、もう、いいですか、その、面倒な人と楽しい人との開きがね、どんどん、どんどんついていきますので。<laughs> で、これに気づいてるのは自分だけっていうのがまためちゃくちゃいいですから、ぜひ積極的に採用してほしい。で、このシリーズがいっぱいあるんですよ。次のデバフね呪文、呪文としては、嫌い。これは強いワードですよ。嫌い。ヘイトですから。嫌い。え、だから、もうこれはなんか天気とかじゃなくて、うん、好き嫌いの話してるときに積極的に言えますね。あー、ちょっとそれ嫌いなんだよね、とか。 この食べ物嫌いなんだよね。あ、私エビが嫌いとか。あ、キノコ嫌いなんだよね。ね。使ってやってください。ダメもいいですね。嫌い。ダメ。私ダメより嫌いの方がね、ちょっと言葉が強い感じが、鋭い感じがするので嫌いは結構使うんですけど。ね、えー、逆にバフをかける場合はね、えー、これは苦手なんだよねとか、得意じゃないなとか、何々じゃないっていう表現は結構使えます。 こういう風に濁していって、えー、仲良くしたい相手には、嫌いという言葉は使わないように気をつけてください。あとですね、同じ嫌いという字で、嫌と読みますよね。嫌。嫌も使えますね。お前のことが嫌なんだっていう気持ちを込めて、なんか嫌なことあったとかね。別に聞きたい気持ちもないのに、なんか、あのー、ちょっと、いつもと違うけど、なんか朝嫌なことあったとか。<laughs> <laughs> 聞けばいいんですよ <laughs>。いや、そんなの別に今日何もなかったけど、あ、そうですかふーんとか言って。よっしゃ、今、嫌っていう言葉ぶつけてやったぞって思って1ポイント入りますんで <laughs>。はい。で、バフをかける場合はね、嫌なことなんて言葉は使わなくていいんですよ。なんかあったでいいんですよ。これでバッチリですから。いいですか今、呪文3つ教えましたよ。悪い。嫌い。嫌なことあった。完璧です。 まだありますから <laughs>。あとね、今考えてきたやつね、3つあんの。あと3つと、ええー、と、もう最強呪文が1個あります。順番にお伝えしますと、えーとね、無理。無理はいいね。なんか、全部をシャットダウンしてる感じがするでしょ。ああ、その日ちょっと無理ですね。貯めて言ってください。無理ですね。<laughs> 嫌なラジオ嫌 <laughs> なラジオだねいやー、この無理を推奨していくラジオ、いいですよねあ。無理は結構でも使えそうじゃないですか。だっていろんなところの会話に紛れ込ませられるでしょ。お前のことが無理なんだって思いながら、全然違う文脈で無理というワードをいっぱいちょこちょこ入れていくんですよ。これいろんな事例が出せそうなので、ぜひ実際に使ってみた場面があったらね、お便りで教えてください。 <laughs> 私もその手があったからって言って使うので <laughs>。で、えー、バフをかける場合ね、無理という言葉を使わずに楽しいお友達、楽しいお客様と喋る場合は、まあ、厳しいぐらいで言い換えるといいと思います。あちょっとそそれは厳しいかなとか、その予定だとちょっと厳しいかなって言って濁してあげてください。えー、呪文1、2、3、4、今ね、無理まで言ったね。5つ目。できない <laughs> できない <laughs> それはできないできません言ってやってください。これもいいですね。言い切りで。どぎつい感じしますよね。脳を伝える。NG。いいですね。ああ、それちょっと私、ちょっとできないですね。これ、あの、あれです。お客さんには使えないですね。できかねますとか言わなきゃ。言わないきゃいけないかな。お客さんにはちょっとできないはさすがに言っちゃ、まずいと思いますけど、なんか嫌な友達とか、 と、親しいけど嫌な上司とかだったら、あーちょっとできないですね、無理っすね、とかと組み合わせて。無理できないはもう2コンボでいけると思うんで。ここは、ちょっと積極的にコンボ決めてほしいなと思います。で、えー、バフの場合は、できないではなく、難しいとかに言い換えてください。ああ、ちょっとそれやりたいんだけどとか、行きたいんだけど難しいかなーとか言ってください。これならね、全然相手はね、デバフかからないんで安心でございます。 さあ、残すところ、通常の呪文はね、ラスト一つとなりました。これはね、今までとは全部違って、程度を表すときに、まあ他の、今紹介してきた言葉にコンボとしてつなげられるワードですかね。絶対です。絶対ってまず語感が強いでしょ。ああ、それ絶対無理ですね。内心はね、お前のことが絶対無理ですねって思いながら言うんですよ。 ああ、それちょっと絶対できないですね、私には。あー俺はちょっと絶対できないですね、って言ってください。<laughs> めっちゃコンボ決まりやすい。で、えー、バフの場合はね、なかなかとかに言い換えるといいですね。あんまりとかね。あーなかなか難しいかなーとか。ああ、ちょっとなかなか厳しいなーって言ったりちょっと柔らかいでしょこういう風に言ってください。はい。 えー、今ね6つ紹介しました嫌いな人間にこっそりデバフをかける方法をね本日は無料で <laughs> ご紹介しております皆さん <laughs> いいですかこんなことを教えてくれるセミナーは世の中どこにもないですよ、えー、一つ目悪い、えー、天気悪いね <laughs> 顔色悪いね大丈夫思ってないんですよ大丈夫なんて思ってなくてもいいから言ってくださいああその日は都合が悪いんだって 悪い悪い使ってください。さらに、ああ、それはちょっと私嫌いなんですよね。お前のことが嫌いなんですよね。って思いながら嫌いという言葉を使う。とか、えー、別に聞きたいと思ってなくても、なんか嫌なことあった嫌、嫌というワードをね、使ってください。とか、別にいいんですよ。単体で使ってもいいです。それはちょっと嫌だな。とか、私は嫌。使ってください。とか、 無理。<laughs> できない。絶対無理。絶対できない。これ使ってください。さあ、そしてラスボスでございます。<laughs> えー、これはね、言霊プラス、客観的なデータに基づいたデバフですね。これは、あ,あのね、本当に意地が悪い。マジで、 最上級の呪文だと私は思っています。このデバフは。で、うーんとね、本当に、これマジでね、多言しない方がいい。このラジオを聞いて、私こんなことやってるんだとかは絶対に言っちゃいけないと思います。人間性疑われます。私は人間性を疑われても別にいいと思ってるので喋るんですけど <laughs>、あのね、まず、じゃあ、えっ、ー、と、バフの方を紹介しますね。バフの方。 これは帰り際にだけ使える技です皆さんそうですね帰り際とかなんか相手が去る瞬間さよならする瞬間に使える技,技なんですけどうーんとお母さんがとかなんか家族が家を出る時に自分にかけてくれる言葉ってどんなのがありますかあじゃあもうそろそろろ行くわ遅れるから じゃあ学校行ってきます。仕事行ってきます。って言った時に、ああ、オッケーじゃあ忘れ物ないじゃあ行ってらっしゃい。気をつけてねって言いませんか気をつけてね。気をつけてねっていうのはね、実はすごいワードなんですよ。そうかって思うかもしれないんですけど。あのですね、ちょっとごめんなさい。出典忘れたんだけど、私これ学部の時に、大学でね、私心理学、心理学科だったんですけど、で、気をつけてってね、<laughs> <laughs> えっと、言われた人ってね、本当に気をつけるんですって。行き、その何。例えば、行ってらっしゃいで、学校に登校する、仕事に行くっていう場合に、行き道に本当に気をつけるようになるんですって。意識をする、ですって。ちょっと、どうやって、その、統計を取ったか、実験の手法を忘れたんですけど、とにかく、でもそういうデータはある。実験がある。ので、 本当に気をつけて欲しい相手。つまり、事故にあって欲しくないとか <laughs>。ああ、もうちょっとデバフが言いづらくなっていく。どんどんデバフが言いづらくなっていくけど。ええー、と、ね命。命を大事にして欲しいなっていう人とか <laughs>。マジでデバフの方が言いにくくなってきている。ええー、と、大切に思ってる間に書ける言葉として気をつけてっていうのは、気休めではなくて、本当に有効な言葉として、 えーうん、意味があるというふうに言っていいと思います、その言葉って。だから、うん、と私本当にさ、普段からやってるんだけど、まあ、家族はもちろんですけど、その次に会いたい人、なかなか会えない人とかと、もう電車の時間があるからっていうことで、さよならしなきゃいけないとき、じゃあね、今日ありがとう、気をつけて帰ってねって絶対言います、私は。あの、 それを言うときって、私の心境としては、その実験を知っているからね。そういう実験があったってことを知ってるし、その効果も知ってるから、本当に気をつけて帰ってほしいなって思いながら、その人に向けて言うんですよ。だから私結構さ、笑いながら普通に言ってるんですよ。あ、気をつけて帰ってね。じゃあね、ありがとうとか言ってるんだけど、目はマジで、本当にお前気をつけて帰ってな。心配だからなって思って、絶対バイバイをするんですよ。 相手はそんなことは思ってないでしょうけどな、ああ、かった分かった、バイバイって思ってるんだろうけど、でも私は、うん。次いつ会えるかわかんないなとか、ちょっと家遠いって言ってたし大丈夫かなとか、夜遅いしなとか、女の子一人だけで帰す時とかは、結構ガチ目で内心気をつけてねって思いながら言っています。それは本当に言霊だなって思うんですけど。じゃあ皆さん気になってると思うんですけど、 <laughs> デバフの方に行きましょうか <laughs>。<laughs> えっと、ちょっと予想してもらおうか。気をつけてを言うと、人は気をつけるんです。つまり、お前別に気をつけなきゃ、気をつけなくてもいいぞっていうような相手には、何と言うと効果的かっていうことなんですよね。はい。これはね、答えが一つしかありません。正解は、何も言わないです。 あー人間性が私の人間性が音を立てて崩れていく。別にいいんですけど。こういう人間なので。いや、これをね、共有したい、私は。ありとあらゆる。 あの、皆さんデバフをかけたい相手いると思うんですよ。本当にムカつくとかさ、でもさ、その暴力を振ったらさ、もちろん捕まっちゃったりね、犯罪なわけですから、ちょっと手は出せないしなでもなんか、自分だけで悶々としてるのはムカつくなな,なんとかちょっとこれ、無言の抵抗みたいなのしたいなっていう時のイライラって半端じゃないと思うんですよ。そういう時に、物理的に相手に、 身体的ダメージはないし、う、え、ん、ー、と、多分相手は絶対気づかないので、精神的ダメージも相手にはないんですけど、こっちとしては、言霊の力を借りて、最終的に何かお前に負の、負の出来事、もしくは負の往来を降り注げと思いながら <laughs>、かけられる呪いとして、大変デバフっていうのはね、この、さっきお伝えした呪文6つとか、今の、 最強の技はね、無言ですよ。いいですか気をつけてを言わないということです。っていうのはね、本当に、その、悶々としてる、イライラしてる、あーってなってる気持ちを沈めるのには、本当に有効なので、ぜひ取り入れてほしい。別にいいんですよ。それをなんか、やっててさ、そんなことやってても、なんか器が小さくて耳っちくて、なんか人としての器が乏しい、もう最低の人間だな、クズだなって、別に、 思われるかもしれないけど、言わなきゃいいだけの話じゃないですか。こんな風にラジオで言わなきゃいいだけの話じゃないですか。<laughs> これ私の情報を今、あの皆さんに共有してましたけど、これをやってる、やって、やってほしいんですけど、これをやったとして、やってることを別に周りに伝える必要はないじゃないですか。もう影でこっそりやればいいんですよ。なるほどと。あの、気をつけてと、言わなきゃいいのかってことで。さりわに、バイバイって手を振るだけでいいんですよ。 気をつけるなよって思いながら手を振ればいいわけですよ。それをやるだけで、皆さんの QOL、ね、クオリティオブライフってすごい上がると思うの。私は、それの方が大事だと思うんですよね。言ってる側の精神力っていうものが何かしら、あの、イライラがね、吹っ飛んでいったり、 あるいはバフをかけることによって、ちょっとなんか、うん、相手のことをちゃんと思えて、思えてるのか分かんないですけど、<laughs> 相手のことを考えて、そういうワードセンスをね、ワードチョイスをするわけじゃないですか。っていう意味で、なんかこの人大切にしたいなっていう気持ちを再確認できたりすると思うんで、すごい、このライフハックは使えるのではって思います。我ながら。 あの、なんかいい話にしようとしてるんだけど、全然いい話にはならないな。<laughs> いやー。じゃあちょっとさ、この枠ね、一応1時間で撮ってるんだけど、あとね、20分くらい余待ってるんで、うんちょっと、あとは私の実際のデバフストーリーを話そうかなと思うんだけど、あのー、今ね、それこそ私がデバフかけたい人ってさ、今働いてる飲食店の、あのね、 オーナーなんですよね。オーナー。すごい、なんかな、なんていうのロボットみたいな、機械のような人でし,でしてね。スタッフを、なんか <laughs>、人権あると思ってるみたいな対応をしてくるのですごい嫌なんですけど。だから、そのオーナーと喋るときはすごく、このデバフをめっちゃかけるように気をつけてます。で、なんなら、そのデバフも、なんていうんですかね、言い回し が、いろいろ、やっぱり、工夫できて、その言い回しによって、デバフの効果が、やっぱ、倍率かかったりするんですよね <laughs>。さっきさ、無理の言い方、結構説明したじゃないですか。あ、それ無理ですね、っていうか、いや、それ、無理ですね、っていうか、まあ、あこれはオーバーに言ってますけど、その、ため方によって、相手が受け取るニュアンスってちょっと変わるでしょ。嫌いですね、き、嫌いですねってめっちゃ強く言うか、嫌いですねって、なんか、滑らかに言うかって、全然、なんか、刺さる感じが違うと思いませんか こういうのをめっちゃ意識するんですよ、そのオーナーと喋るときに <laughs> <laughs> <laughs>。いや、オーナーと喋るときどうやってるかな。基本的になんかさ、仕事を任される。これやっといてとか、あれやっといてって、あんまりなんかこっちの苦労も知らない感じで言ってくるので、まあ、はいって言うしかないんですよね、基本的に。あ、わかりましたとか言うしか。 ないんですけど、うん。あそこのなんか、あれが悪くなってましたけど、大丈夫ですかとか言ったりするかな。あのなんか、メンテナンスが必要ですよみたいな意味で、あそこが壊れてます。壊れるとかもいいね。壊れるっていうワードもいいね。壊れるって嫌な言葉でしょ。あそこ壊れてますけどとか。とにかくなんか、うーん。攻撃的な言葉をなるべく使うようにしてますね。 最低だなはあ壊れるとかいいな。何がいいあと、ちょっとオーナーにぶつけるデバフを新しく考えたいな。なんかいつもイエスマンしてて嫌なんだよな。はい、あ、わかりました。とか、やっときます。とか言うの嫌なん、嫌、言えずに嫌っていうかさ、なんかもう一個付け足してデバフぶつけておきたいなって日々思ってるんだけど、そこに脳のリソース割くのが普段はだるいので、それすらしないんですけど、 なんて言ったらいい感じにデバフかけられるかなうーん。悪いって言葉はでも使いたいよね。あ、古いとか。古くなってますけどとかさ。いいよね。お前の考えが古いんだみたいな <laughs>。いう意味を込めてね。あ,あと、頭が固いところがあるから。なんか <laughs>。頭が固いはちょっと使えないか <laughs>。うーん。 いやなんか、古くってさ、錆びてて、なんかあそこがちょっと硬くなってて動かないとかね。<laughs> めちゃくちゃ具体的だけど <laughs>。え、でもそういう場面があった時に積極的に使いたいよね。壊れそうですけどとかさ。あ、めっちゃいいな。壊れてなくても使えるもんね。だいぶガタが来てますねとかさ。<laughs> 全部お前のことだぞって思いながら言うのがポイントなんですよ、これ。 結構楽,楽しいですよ、本当に。そこいじはものすごく悪いですし、人間性としてはゴミだと思いますけど、ええー、誰も傷つかないじゃないですか。<laughs> 最終的にデバフの力で傷つくのかもしれないですけど、別にそれはね、あのー、直接攻撃をしてるわけじゃないので、大丈夫です。そのデバフをかけた人の責任には絶対にならないので、これは少年の問題。少年と道徳心と良心の過酷の問題なんですけど、私にはそのどれもないので大丈夫なんですが。<laughs> <laughs> え、これ結構使えると思うんだよなあ。あとね、うーんと、もう一個前の職場、えっ、ー、と、前の前か、えっ、ー、と、教員やってた時でも、なんか、すごい空気読めない同僚のね、先輩の男の先生がいてさ、すごい仕事できなくて、別に仕事できないだけならいいんですけど、謝りもしないし、何だろう、他の先生方にも迷惑をかけてて、私に迷惑をかけるのは最悪いいんですけど、なんか、 それによってちゃんと仕事してる全然関係ない先生とかが迷惑をこう向ってたのを見て、このさっきの呪文は積極的に使ってましたね、マジでその人には。鈍感だったんですよ、その人しかも。だから、なんか多少きつい言葉を混ぜても全然いけた。<laughs> 最低だな <laughs>。マジで最低だな <laughs>。いやーでもね、 わかんない。私がそんなことやってるから、その人余計に仕事できなくなってたのかもしれないですよね。私が、その仕事のできない、空気の読めない先生に、バフをかけてたら、悪いとかね、嫌いとか、そういう言葉を使わずに、良くないですねとか、苦手ですね、みたいな言葉で言い換えていたとしたら、いつか言霊で、その人が、ね、良くなってたのかもしれない。いい方向に向かってたのかもしれないですけど、私はそこまで、 仏じゃなかったので、全然できなかったな。あー。あーでもあれかな。今、デバフを使ってたシーンをすごく想定、思い出してたんですけど、えーと、逆、逆にというか、んと、バフをかけたい相手、かけるべき相手、つまり子供ですね。働いてた時、子供、クラスの子供に対しては、これは本当に明確に意識してたな。 デバフンの言葉はね、マジで使わないように意識してたかもしれない。先生とかやってるとさ、使っちゃいがちなんですよね。できないとか言っちゃいそうじゃないですか。子供の方が、まあ、逆に言ったりするんですよね。家で言われてたりすると使うんですよ。なんか、僕できないとかね。えぇ、ー、無理とか。もうやだとかめっちゃ言うんですよ。まあ、そういうのさ、あの、まあ、道徳の授業とかと絡めて、なんか、チクチク言葉とかさ、なんか、いう風に言ってたり。 しましたけど、そのなんかみんながやる気が出なくなる言葉はやめようとか言ってね、ちょっとそれ私気持ち悪いなと思うんだけど。<laughs> みんなでなんかネガティブワードをやめて、ポジティブなワードを使おうとかいうのはちょっと私はそれやりすぎて気持ち悪いなと思うんだけど、まあ、と、とはいえね。でも結構、なんか教室の中とかで使う言葉ってさ、割とマジで言霊って発揮すると思っていて、 マジでなんかね、5人ぐらいができないできない言い出すとさ、全員できない空気になっちゃうんですよね。なんだけど、できないをマジで難しいねぐらいに言い換えたりすると、難しいってことはなんか難易度なわけじゃないですか。頑張ればできるかもねっていうニュアンスが勝手に入ってくるんで、なんか諦める子が減るっていうのは明確にあった気がする。 それは本当に言霊だと思うし、まあ、言霊って言うとちょっとスピリチュアルすぎるかもしれないから、もっと言い換えると、なんていうんですかその、日本語的に、えー、できないだとゼロパーですけど、難しいだと、まあ、ーではないよね。ゼロパー以上では絶対あるっていうか、その、うん、ゼロではないっていうのが、日本語としてね、わかるワードになるわけだから、 それって結構大事だったなーって思うし、うーん。なんかさ、ちょっと話しとれるんだけど、あの、ワンピース、漫画のワンピースね。ワンピースってさ、私、ごめんなさい、あの、非国民って言われそうなんですけど、ちゃんと本編読んだことないんですが、えっ、ー、と、ゴリラ先輩がね、うちの旦那がね、ゴリラ先輩がワンピース結構好きで、知ってるって昔言われて何って言ったら、 えっと、ワンピースって、殺すっていう言葉出てこないんだよって言われて、へえーってなったんですけど、え、それなんか敵と戦うときなんて言うのぶっ殺すとか言わないって言ったら、うんうん、ぶっ倒すとか、ぶっ飛ばすって言うんだよって言われて、えー、そうなんだーってめっちゃ感動した覚えがあって、それはきっと小田先生の意思がね、絶対あると思うんですけど、なんか、でも、そういうことじゃないと思って、その、殺すみたいな、直接的なネガティブワードって、 を使わないって、もう明確にルフィが敵に対するさ、その、えー、思想が見えるじゃないですか。敵だから命を奪いたいと思ってはいないってことでしょう。っていうな、なんていうの、思想まで見えてくるなっていうことがすごく分かったな。分かる事例として、一個ワンピースのセリフっていうのはあるなって思ったんですけど、まあそれと同じだよねっていうこと。その、悪いを良くないに言い換える。嫌いを苦手。 とかね、無理を厳しい、できないを難しいとかに言い換えるってでもそういうことじゃないかなってのは思うんで <laughs>、そう考えると割とめちゃくちゃなんか相手に影響しなさそうでしちゃうのかなとかも本気で思ったりするんですけど、まあでも、基本的には相手は気づかないですから。 よっぽど嫌な言い方したら気づくと思いますけど、まあ、あ本当に些細な感じで使ってる分には、こっちのなんかストレス発散みたいな分で終わると思いますし、うん。バフをね、かけるときは特になんか相手を思える。相手のことを本当に考える。一瞬だけどね。一瞬言葉を選ぶときに考えられるので、相手を大事にできるかなとは思うんで、あのー、そこだけ真似してください。あの、 人間性を損ないたくない人はそこだけ真似するといいかもしれないです。あの、デバフはかけなくてもいいけど、バフだけかける。そういう言葉のチョイスをする。だけでも結構、あの、いいと思いますので、まあ、皆さんの人生に応じて、あの、デバフを取るか、バフを取るか、あるいは両方取るか、あの、選んでみて、ちょライフハックとしてね、活用していただけたら幸いです。 はあ、<laughs> いやーひどい話してるな今日めちゃくちゃひどい話してるな最低ですね。いや楽しい。楽しいですね。はい。えっ、ー、と、まあちょっと、もうじき1時間になるので、今日はね、これぐらいにしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、今度またね、雑談の、トークテーマ雑談この雑談賞をしたいと思うんですけど、 もしなんかこういうテーマについて喋ってほしいとかあの本当に些細なやつを喋っていくのでなんか私メモ帳にめっちゃ貯めてるんですよなんか普段生きててあこれなんか今度の雑談で喋れるかもとか、まあ、そうじゃなくてもうなんか気になったことをめっちゃメモしててそれがたまっていったらこうやって雑談として一本消化してるんですけどそれのなんか種みたいなのをいただけたら温めて温まった頃に こういう風に配信にしていけたらなって思うので、なんかありましたら、ぜひツイートとか、あ、お便りフォームとか、メールアドレスとかからも随時、えー、募集しておりますので、はい、お待ちしております。詳しくは概要欄の一番下の方、ご覧になってください。お願いいたします。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。では、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。またねー。 最後までお聴きいただきありがとうございました。シャコラジでは引き続き皆さんからのお便りを募集しています。お便りはツイート、メール、お便りフォームで受付中です。詳しくはシャコラジの概要欄をご覧ください。